どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら6200万ダウンロード記念チャレンジの攻略編成紹介していこうと思います。この段とですね、玉ドラ620、遅延62、スキルブーストプラスパラス6体、キングゴールドドラゴンズ2体と、報酬がうますぎるんですよ。しかもダンジョン簡単で、遅延耐性62とか何が何でも取ってほしいんで、まあ、今日はね、こちらのダンジョンの、周回編成をね、紹介していこうと思います。この編成共通で周回できてめちゃめちゃ簡単な編成なんで、ぜひこちら組んでやってみてください。逆に言えばこんぐらいの難易度っていう感じですね。はい、編成こんな感じです。でん。まずノアですね。ノア3体積んであげてます。このノアの枠に関しては、まあ、基本的にノアがおすすめではあるかな。まあ一応、ロック解除持ってるノルディスとか、そこら辺でもいけますが、その場合、無効貫通スキルが必要になるので、無効貫通スキルをある程度積んであげる必要があります。まあ本当は2枚ぐらい欲しいけど、まあ1枚でもいけるかな。無効貫通スキルを積むっていう感じですね。はい。で、まあ今回はノア使っていきますと。で、インデックスの枠は、まあ自動回復キャラです。まあここに関しては、まあ、HP 回復できれば何でもいいので、グラビティ食らった後に HP ある程度回復できるように。まあ、インデックスいいですね。まあ、セリカとか、自動回復系のキャラとか、最悪持ってなければ HP 全回復スキルのキャラとかで OK です。で、セレス、ここ何でもいいです。覚醒無効回復持ってるキャラ積んでください。覚醒無効回復持ってるキャラなら、本当に何でもいいです。この遠征マジで、一番重いキャラがエリカなんですけど、エリカのスキルが7ターンなんで、スキル足りてるんですよ、余裕で。そうだから、もうここはもう本当に覚醒無効なら何でも OK。で、エリカの枠もダブル吸収無効が2ターンならもう何でも OK なんで、4連ガチャダラとかですね、ギルガメッシュ来るの、まあ、ちょっとギルガメッシュややこしいな。まあでももうギルガメッシュ来るの武器とかね、本当にそれこそ。マジで2ターンダブル吸収無効なら何でもいいんで、好きなキャラ使ってください。で、ラストノアです。で、バッチは、アシスト無効バッチですね。はい、こちらでやっていきましょう。めちゃくちゃ簡単に勝てるんでね。今日はレベル1からレベル3まで共通遠征で破壊していきます。やっていきましょう。さあ、ということで、レベル1からやっていこうと思います。まずはノア使います。で、これでずらしてワンパンしていきましょう。今回のチャレンジね、悪魔タイプ強化なんですけど、そのね、割にはね、ダンジョンめちゃくちゃ優しめなので、もうやらないとマジで損ですね。今回の男女バカほど美味しいんで超おすすめです。はい。で、2階層です。ここものはずらしていきましょう。だってさ、ありえなくない？1回さ、まあ、てか3階層クリアするだけで遅延耐性が62とかもらえるんですよ。で、玉だらも620体とかもらえて、そういうのって普通に集めようと思ったらめっちゃ大変なんですけど、それがね、ちょっとクリアするだけでもらえますので、マジやらないと損です。やり得です、完全に。で、ここノア使いましょう。ノア使ってあげてずらしていきます。これでワンパンしていきましょう。破壊していきます。で、まあ続きまして、ここもしっかりノア使って突破してあげて、4階層です。4階層ノア使えます。はい、ここもノアずらしてあげてワンパンしていきます。で、超つなげしからの突破です。さあ、続きまして5階層です。5階層もノア使えます。一応パーティーにインデックス入れてるんだけど、マジでインデックスなくてもいけるな。全く使わんな。敵のダメージ低すぎてインデックス入れる必要もはやないですね、これ。ボス階層レベル3とかでね、ちょっと攻撃高くなるかもしれないんで、別に入れててもいいでしょう。うん。ということで、ラスト6階層です。ここ芝だらに関してもノア使ってワンパンしていきます。ダメージ無効貫通があるのと、75パタテアローがノアの力で破壊していけるんで、さあこのままノア使って突破していきましょう。これで倒していきます。10コンボで突破していきましょう。これがレベル1でした。さあ次レベル2やっていきましょう。さあレベル2です。ノアからのセレス使いましょう。覚醒無効回復してあげてワンパンしていきます。豆は一応開けとく必要があって、このレベル2のボスが7コンボ以下吸収なんで、6コンボ加算スキル持っていくか豆開けとくかの2択ですね。6コンボ加算スキル持っていく場合はインデックスの枠を変えてあげてください。何でもいいですね。もう本当に6コンボ加算のスキル持っていってもらえれば、あとはもうね、ノア豆全閉じでも問題ないです。もし高速でクリアしたい人はノア豆全閉じしてあげて、インデックスを6項目か3キャラに変えるで OK です。はい。
マジでね、めちゃめちゃ敵の火力も低いしね、本当にずらすだけで破壊していけるんで超簡単。さあ続きまして4階層です。ここでノアからのエリカ使いましょう。ノアからのエリカ使ってあげて殴っていきます。はい、でこれでワンパンしていきましょう。どうせここの属性吸収キーヤミ固定なんすけど、まあいい、あ大丈夫やったから。で5階層です。5階層はノア使ってあげてずらしていきます。はい、これで殴っていきましょう。まあ、ダンジョンデータ俺知らないんで、万が一4階層でね、キー水吸収来たらだるいですし、どうせ来ないんだろうけど、一応ね4、5階層エリカで突破していきます。まあ、5階層どっちみちエリカ必須なんで、ダメージ吸収利用してワンパン。でラスト6階層です。ノア使って終わらしていきましょうという感じの編成でした。よほど豆がなくなってない限りはここでずらせばワンパンできると思いますし、もし豆全然なくてワンパンできなかったら、まあ、一応2パンしてくださいという感じです。はい、これで突破していきましょう。さあということでね、レベル2でした。続きましてレベル3いきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。まずはノア使います。はい、ノア使ってあげてずらしていきましょう。これでノアの力でワンパンしていきましょう。10コンボです。13コンボで2階層もノア使いましょう。あのね、なんならね、このダンジョンね、レベル2の方がね、ギミック的な量は多いんですよね。はい、でノアからの来た、ここでやっとインデックスを使います。でこれでまたずらしていきましょう。インデックス使って HP 回復しながらずらし、 OK。 さあ続きまして、3階層です。ノア使いましょう。あ、やべ、ノア使ってあげてずらしていきます。はい、このままワンパンです。さあ続きまして4階層です。ちなみに運がいいと今の3階層の枠でダイヤドラゴンフルーツとか出るので、まあ、実はちょっと進化素材美味しかったりするのかもしれない。運が良かったらダイヤドラゴンフルーツも出ます。まあ宝玉は別にいらんわな。でここもノア使ってあげてワンパンしていきましょう。ダイヤドラゴンフルーツ確定ドロップだったら結構周回価値めちゃ高かったね。確定じゃないかあれだけど。はい、で5階層もワンパンです。もうとにかくこのダンジョンは無効感が何回か来るぐらい、レベル5はもう無効感が何回か来るのと、まあ、ボス階層ちょっとやばいぐらいかな。はい、これでワンパンしてあげて、さあ続きまして6階層です。はい、なんと6階層でですね、セレスが出現するんですが、このセレスがですねシールド2枚貼ってくるんですよね。まあ、このシールド自体は100億なんですぐ割れると思います。まあ、一応ねこういう要素があるよってぐらいですかね。シールドには割られるんで一応注意ぐらいかな。まあ、別にどっちでもいいんですけど、シールドなんてどうせ破壊できるんでね。はい、これで一発殴ってあげて、ノア使ってもう一発殴りましょう。はい、ノア使ってあげて、これでシールド2枚破壊、 OK。で14コンボ組んであげて、さあラストノア使って突破していきましょう。はい、ノア使います。これで終わりっていう感じでした。こうやってノアをねひたすらずらし続けるだけでレベル1からレベル3攻略ができて、何より報酬バカ美味しいんですよね。ちょっと見ていきましょうか。ちなみにレベル EX とはもちろんありません。こんな簡単な難易度なんで、これはあくまで報酬加工よっていう感じで、もらえるもの見ていきたいんですけども、こうなっております。はい、ででん、美味しすぎん。キングゴールドドラゴンズ2体、スキルブーストプラスプラス6体、スキル遅延耐性62体、うますぎ。玉だら620ですね。これ関係ないけど、この上4つもらえるんでめちゃくちゃおすすめです。なんでね、ぜひよかったら皆さんこちらね、レベル1からレベル3まで、攻略してもらって激うま報酬ね、期間限定なんでゲットしてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。